アイスは2007年にバンダイビジュアルよりリリースされた o v a 全3巻。2008年11月29日には池袋テアトルダイヤで再編集完全版アイス劇場版が限定レート賞公開された。シックスエンジェルズに続いて秋元康と小林誠がタッグを組んだ作品であり戦う女性を メインモチーフとして描くという点で同作の流れを組む作品と言える。スタッフについても、シックスエンジェルズの脚本を担当した平野康志氏が参加、キャストにも小林がファンだと公言する、マミヤ・クルミ、そして石田・アキラなど、シックスエンジェルズに参加した面々が見受けられる。秋元による企画ということから、当時はまだブレーク前だった AKB48 のメンバーが多数、 キャスティングされている。近未来、すべての男性が死に絶え、わずか2万の女性が新宿に残された世界。ゆっくりと、しかし確実に滅びに行く世界において、女性のみで生殖を可能とする技術、アイスを巡り、少女たちが戦いを繰り広げる。1日目、ハーとハート2日目、ルルルール3日目、朝アサンサー、アイスかくて愛は凍りついたとして、ノベライズ版が、 脚本を担当している平野康史氏の著霊威のイラストにより、富士見ファンタジア文庫より2007年2月に刊行された。ISBN 978から48億2911万8986。ありがとうございます。